おはようございます。ワッキーです。本日なんですけど、一橋大学男女テニス部の方を取材させていただきたいと思います。最近法政大学であった MC はミーコがですね担当していたんですけど、私が復活というところよろしくお願いいたします。桜とかいい環境で選手たちが今練習されているんですけど、本日はこの一橋大学男女テニス部を深掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そうそう、三番に来て。はい、早速コートに入っていきたいと思います。行きましょう。いいですね、この音が。じゃあ入っていきましょう。失礼します。こんにちは。失礼します。見てください、このハードコート。ハードコートが3面と、あとカメラの奥にはオムニコート3面なので計6面あるそうですね。このハードコートは有明と同じようなこう作りらしくて、じゃあ早速インタビューなどをしていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。学年とお名前お伺いしてもいいですか？4年生の飯塚桃衣です。飯塚さんはまずこの一橋大学テニス部を選ばれた理由はどんなところですか？私小学校の頃からテニスをやっておりまして、で大学でもやっぱり思いっきりテニスの練習がしたいということで、それでテニス部の方を選びました。実際入部してみてどんな感想がありましたか？ご覧の通りちょっとコートが結構綺麗で、一日中練習ができる環境なんで、すごく思い切って練習するにはいい環境だなというふうに思いました。このハードコートはもうじゃあ飯塚さんが入部された時からもうある？あ、そうですね、OB の方がちょっと出資していただきまして、でちょっとコートの整備の方をしていただいたという形になっていました。普段どんなことを意識されて練習に取り込まれてますか？主将としてチーム全体の練習の管理だったりというのはもちろんあるんですけれども、個人としては試合が結構近かったりするので、課題一つ一つを潰すような、練習メニューを組んだりとか、ショットだったりっていうのを意識しながら練習してますね。練習メニューを組むときってどういういつもこう考え方と か, なんかそういうのはありますか？コーチがいらっしゃるので、基本的にはそのコーチのお話を伺って、どういうふうに練習を組んでいくかっていうのを相談してるんですけれども、やっぱりこのチーム全体の課題だったりっていうのを一番把握してるのは私なので、そういったところをコーチに伝えて練習メニューを組んでいくっていうような形になってます。主将としていつもこう意識していること、心がけていることとかってあったりします？そうですね、やっぱりチーム全体の管理を一任されていますので、全体の、特にコロナとかがあったりしてちょっと練習ができない時期もあるので、モチベーション管理っていうのが一番力を入れていると思います。保つ秘訣というか、なんかあったりしますか？やっぱりこう部員との接触時間が減ってしまうので、コロナとかで練習がないと、なのでそこでちょっとご飯に行ったりだとか、極力感染リスクを抑えた中でちょっと遊んだりとかっていうことをする中で、コミュニケーションを増やして、ちょっとチームのこう求心力になれるような存在に自分がなれればなというふうに思ってます、ね、なるほど。だからその主将として今までぶっちゃけここが大変だったとか、逆にここがやりがいとかあったりします？こう4年生、3年生、2年生、1年生って学年が違うと、その部活に対する熱量が違うっていうところがやっぱりあって、こう4年生の熱量を1年生に伝えるっていうのはやっぱり一番難しいところなんですけれども、それが伝わっていくっていうのを実感したときはやっぱり達成感を感じますね。それやっぱり皆さんこう表情とかリアクションとか練習の取り組み方で結構分かった？そうですね、試合でやっぱりこう今まで以上にファイトしている選手が増えたりだっていうところを感じると、やっぱりそういうのが伝わったのかなというふうに感じますね。この一橋大学男子テニス部の、直近の目標などは何かあったりしますか？そうですね、リーグ昇格が最終的な目標にはなってるんですけれども、その手前として国公立戦っていうその国公立大学だけの公式戦がありますので、そちらの方で優勝するっていうのが今のところの目標になってますね。マネージャーの方に来ていただきました。はい、じゃあ学年とお名前をおっしゃっていただけますか？はい、2年生の庵野佳代子です。庵野さんは一橋大学テニス部のマネージャーをやろうと思ったきっかけは？まず一橋の団体に何か入りたいっていうのはあったんですけど、サークルの雰囲気があまり得意ではなくてなるほど。部活だと真面目だなっていうふうに体験来て思ったので、部活に決めました。実際やってみてどうですか？みんなもうテニスのことしか考えてなくて、見習うとこがいっぱいあるなっていうふうに思います。楽しいです。なるほど。庵野さんはテニスとか実際にやられたことは？やったことないんですよ。ないんですか？なんかでもこんだけプレーとか見てたらやってみたいとかなんか思ったりしません？ってめちゃくちゃ言われるんですけど、
あのマネージャーは練習終わった後に一応テニス打てることにはなってるんですけど、うん、私入ってから1年ぐらい全く打ってなくて、やりたいっていうよりかは見てて面白いなっていう感じです、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、安野さん、じゃあの実際にそのマネージャー業はどういうお仕事があるかっていうのをちょっと教えていただきたい。練習時間のタイムキープを時計でやるのと、うん、試合があった時に Facebook に投稿する試合結果を考えることと、はい、なるほど、あと、新刊関係ですね、PV 作ったりとか、新入生に連絡取ったりとか、はい、あとは SNS の管理をマネージャーがやってるのと、はい、試合のスコアを記録して、選手がこう サーブが何パーセント入ってるとかっていうパーセンテージを出すのもマネージャーの仕事になって、そういうのやってる、はい、じゃあマネージャー兼、まあ、広報兼、まあ、ジムみたいな。そうですね、全部やってる。結構忙しいですね、はい、合宿とかってあるんですよ、この人。あるらしいんですけど、まあ、コロナ禍で、そっか、部活はちょっと規制があるので、はいはい、やっぱりちょっとできてない感じですかね。なんか合宿といったらなんか、ね、そのマネージャーの方って言ったら夜はもう洗濯とかお水汲んでもありますよね。でもそんなことは練習中に水持っていくとかあんまりないですね。なるほど、はい、安野さんなりのそのなんだろう、目標みたいなのなんかあったりするんですか、マネージャーやってて。目標ですか、うん、とりあえずは同期が引退するまではちゃんと部活を見守ること と、うん、とマネージャーが私、なんていうんですかね、マネージャーがいない状態で入ったんですよ、このテニス部に。ゼロ人の上がいないんですよ、私の上がいなくて、はいはいはい、もうすごい昔にマネージャーがいたんですけど、うん、私の上はいないので、うん、とりあえずそのマネージャーっていう文化っていうんですか、うん、をどんどんちゃんと残しときたいなっていうふうに思ったので、後輩の育成はちゃんと頑張りたいなっていうふうに思ってますね。安野さん、いろいろ教えていただいて、はい、ありがとうございます。あのマネージャーの方に来ていただきました。あの、はい、学年とお名前をおっしゃっていただいていいですか。2年生の森田山です。マネージャーをやろうと思ったきっかけなどは。マネージャーの人数が足りないと言われたので、はい、入ってみようかなと思って。森田さんはじゃあテニスなどは。あ、したことないです。あ、したことがない、はい、あ、そうなんですね。じゃあ実際こうマネージャーをやられてみてどんな感想、まあ、印象がありますか。すごく楽しそうだなと思いました。あの運動するっていいなと思って私もちょっとテニスやってみようかなと思いました。まだやってない。あのでも練習終わりとかにマネージャーも打てるのでたまに手伝ってもらってやってます。実際にこの一橋大学テニス部のマネージャーのお仕事の、まあ、どんな業務があるかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、基本的にあの練習時間のを測る時計係っていう役目 と、テニスのラケット あのガット、はい、ガットを貼るっていう役割があります。え、ガットを貼るんですか。あ、そうです。え、すごっ。貼れないですよあ、そうですか1日何本ぐらい貼るんですか。あ、でも1日1本とかあったりなかったりみたいな感じです。結構選手が自分で貼っちゃうこともあるので、まあ、貼ってって言われたら貼る感じです。なるほど。次は女子テニス部の方に行ってみたいと思います。こちらです、お願いします。練習してますよ。失礼します。失礼します。こんにちは。こんにちは。さあ、練習されているのでここからまたね、いろいろ見ていきましょう。お名前ちょっとおっしゃっていただいてよろしいですか。はい、江川明夫と申します。江川さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。江川さんはこちらの一橋大学テニス部のコーチ、はい、コーチですね。コーチです、はいはい、で男女見られてるんですか。私は女子だけです。あ、女子だけなんですか。はい。でどれぐらいもやられてるんですかね。そうですね、もう今年で5年目になりますね。はい。一橋大学テニス部女子を見られるようになったきっかけなどって何かあるんですか。私がですね、学生の頃からお付き合いのある一橋大学の OB の方からご依頼をいただきまして、はい、まあ、女子部だけでもちょっと見てくれないかということで、うんうん、はい、5年前に、まあ、お受けしてから、はい、続けさせていただいているような感じです。今この女子テニス部、はい、近年の成績とかっていかがですか。なんとこ一橋大学は女子リーグの5部の5位が最高、はい、で翌年が9位、うん、であとはコロナで中止になってしまったみたいな感じで。なるほど、はい、個人戦では二次予選まで行った選手っていうのがこれまで何人かいらっしゃるみたいな形ですね。なるほど、なるほど、はい。まあ、実際今もう今4名じゃないですか、はい、やっぱ本当はもっともっと増やしたいっていう思いはありますね。そうですね、今年度の3月ですね、卒業した年度は非常に多くて1学年で9人いて、うん、あ、そうなんですか。はい、その前には5人、その前も5人ということで、うん、割とその数年は大状態だったんですけれども、うん、ちょっとここ2年ぐらいですかね、うん、ちょっとその入部者数が少なかったものですから、うん、やはりちょっとそのコロナの影響もあって、うん、どうしてもちょっと今はちょっと小さい所帯 で、うん、で今年新1年生が1人入ってきてくれて4人揃いましたので、はい、これで、まあ、今年の団体戦は出れるなという感じですね。なるほど、はい。
いつも普段どういうことを意識されて指導されていますかね、はい、そうですね、やっぱりテニスはもう障害スポーツというふうに私は理解しているので、うん、まあ、上手くなるとか勝てるようになるっていうのは本当にテニスを楽しむ一つの、うん、もうファクターというですかね、一つの要因でしかない、うん、まあ、もちろん勝てば楽しい、あの嬉しいし、上手くなれば嬉しいし、うん、でもそれがその生涯続けて行きたいなって思ってもらえるように、うん、あの指導はしているつもりですね。なるほど、はい、一橋大学女子テニス部の今後の目標はどんなところに掲げてますか？とはいえやっぱり結果が出るっていうのはこう一緒の思い出にもなると思うので、うん、今のその5部リーグというところから目標とする4部への昇格というのを、うん、あのなんとか実現してあげるためのまあ手助けができればなっていうふうには思ってます、うん、最後にどういう例えば高校生の方とか、うんうん、どういう方々にこの一橋大学女子テニス部に入部していただきたいですかね、うん、その一橋大学にご入学されるぐらいのやっぱり学力をお持ちの方でしょうから、うん、どうしてもそれまではその勉強のね、うん、の時間をたくさん取られてたと思います、うん、ただそれ以外にも自分のこう生きる中で楽しみを一つ見つけたいなっていうふうに思ってる中でテニスをこう、ね、選んでもらえたら一番いいなというふうには思ってますね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。女子主将の方に来ていただきました。9年生の東若菜と言います、うん、お願いします。よろしくお願いします。東さんはこの一橋大学女子テニス部に入られたきっかけなどはどんなところになりますか？大学でもテニス続けたいと思ってたんですけれども、うん、あの瞬間で会った先輩方が本当に優しくてかっこよくて、自分も同じように一緒にテニスしたいというふうに思ったことが一番大きかったですね。実際入ってみてどうですか？コートの環境とかもとてもいいですし、あの本当に上手に教えてくださるコーチもいて素晴らしい環境だなと思っていますし、あの先輩後輩同期の仲も良くて、あの大学生活の中で素晴らしい場所を見つけられたなというふうに思っています。ちなみにこのハードコート、はい、有明と結構作りが似てるというお話を聞いたんですけど、あ、素材が近いっていうふうに、はい、OB の方に、はいはい、多分同じ仕様で作っていただいてるらしいので。なるほど。楽天三木谷さんもここの卒業された方ということも聞いたんですけど、はいはいすね、はい、普段練習の時に意識されていることってどんなことがありますか？やはり一つ一つの練習の意味をしっかり考えて練習するというところを意識しておりまして、うん、まあ、具体的にはそのメニューをしていく中でどういうところを伸ばしていきたいのかといったことですとか、うん、そのためにはどれくらいの時間配分が必要で、うん、どういった球出しをしていかなきゃいけないのかということは常に念頭に置いて取り組んでいます。うん、要はもうしっかりもう目的を持ってこれは何のためにやってるんだっていうのを明確にしてやっているっていう感じですかね？そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあの師匠としていつもこういう心構えでやっているとかこういうことを意識しているとか何かあったりしますか？そうですね、やはりあの部員のみんながテニスのびのびできるような環境を作りたいなというふうにあの声かけなど意識していますし、うん、まあ、そういった中でもやはり個人スポーツであるテニスをあの部活で団体でやってるっていうところもあの大事だなと思っているので、うん、そういったところをこうしっかり団結するところは団結して楽しくできるように意識しています。今後の目標などをちょっとおっしゃっていただいていいですか？はい、チームの目標はあのリーグ戦でベスト4を達成するというのが目標になっておりまして、うん、ただそれだけではなくてそのテニスの楽しさを実感できる部活動にするというのも大事な目標なので、うん、そこも達成していきたいなと思っております。そうです、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、これから一橋大学テニス部の、施設紹介をしていただきます。学年とお名前おっしゃっていただいていいですか？はい、2年生の前川裕太郎と申します。この一橋大学男子では何番手ぐらい？今2番手か3番手かそんぐらいって感じですね。なるほど、前川さんに、はい、今から施設を紹介していただくんで、じゃあ早速お願いしていいですか？お願いします。でこちらがトレーニングルームになります。お、これは趣味で筋トレの好きな人たちがこう自分で重りつけてやるとか、でこちらが浜田式ですね。結構古いんですけどちゃんと動いてくれて、うん、ボレーの練習とかもなりますし、一緒にしたい人は、はい、うん、使ってます。これコートってちなみに結構わりかし自由に使えるものなんですか？そうですね、あの授業の空きコマとか使って、うん、みんなでちょっと声かけ合ってやるとか、そういうことやってますね。じゃあ前川さん続いてどちらを？次はこちらの部室を紹介したいと思います。部室、はい、こちらが入り口になります。はい、じゃあ早速入ってみましょう。はい、お願いします。失礼します。失礼します。もう適当に脱いでいただいて、はい、あーなんかいいこの味がありますね。そうですね。失礼します。入って左手が女子部になります。はい、なるほど、こっちが女子ですね。お入りいただいて。女子はなんか綺麗
あの、女子っていう感じですね。そうですね、綺麗好きな方が多いので、はい、本当に。じゃあ次男子部いきますか。はい、男子ちょっとご紹介お願いします。お、いいですね、このこちらが男子。広いっていうか、広いですよね。うん、広いです。本当に部員20人ぐらいいるんですけど、はい、全員普通に入れるぐらい広い、ね、このロッカーもなんかあの本当に懐かしい。これシールとか、これ昔のプリクラとかですね。モーニング娘。シールですね。へ、はい、いいですね。でそうですね、こっちがガットハリケーンになります。こっちガットハリ、はい、結構部員の多分3分の1ぐらいは自分でガット貼れるんで。あ、そうなんですか。練習後とかは結構貼ったりしてます、はいはい。さっきのマネージャーの方も貼れるって。はい、マネージャーの方でも貼っていただいて、はい、こちらがヒーターですかね。冬寒い時とかこれつけたらもうすぐ温まるんで。はいはいはい。でもなんか6部に昇格すると、うん、帯の方々がなんかエアコンを設置してくれるという。マジっすか。話もあって結構部員一同頑張っております。それいいモチベーションになりますね。はい、そうですね。またちょっとロッカーなんですけど、またこれ写真が貼ってあります。はい、これは誰のロッカーで。これは多分3年生の先輩の方なんですけど、はい、乃木坂が大好きで。これ乃木坂ですか。僕あんま乃木坂知らない。分かんないんですけど、多分これとか乃木坂だと思います。ロッカーにまで貼っちゃうという。本当に大好きなんで。これなんかプリクラとかで懐かしい。これ、そうですよね。これ実際この部室ってあれですか、お昼ご飯とかになるとやっぱりこのテーブルぐらいにみんな集まって。そうですね、テーブルとこっちのテーブルとかですかね。はい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 。でもこの広々した感じ、ちょっと変な話、こう女子と比べたら女子の3倍ぐらいの広さがありますね。そうですね。でもなんかこの懐かしい感じが僕はすごい個人的には好きなんですけど。ありがとうございます。これラケットってこれバーってありますけど、これ皆さんの。これ皆さんが置いてたりとか、過去の先輩方のやつだと思うんですけど。 あ、そうなんだ。です、ね、新入生が来たら貸し出しを行ったりとか。なるほどなるほど、はい。部室はどうでしょうか。以上ですか。室はそうですね、シャワー室。シャワー室、シャワー室は3台か4台ありまして、うん、ちゃんとお湯も出るので冬でも使えますね。この冬ここで浴びてめっちゃ寒い中部室に行くみたいな。そうですね。いいですね、その学生っぽい感じ、はい。この一橋大学の施設はご紹介以上になります、はい。一旦これが大体テニス部が普段使っている全てです、ね。はい、なるほど。すみません、お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は一橋大学男女テニス部の方の取材をさせていただいたんですけど、まずやっぱり感想としては全体的に皆さん人柄がもう最高だなと。挨拶とかもすごいしっかりしてますし、何よりもなんかテニスをやる以前に人として本当に成り立ってる部分がすごい、まだ皆さんお若いんですけど、その中でも立派な人が多いなという印象が最初の感じたところでございます。男女、別で練習しているんですけど、男子に限っては今7部にいるんですけど、正直全然もっと上のレベルなんじゃないかなと。技術的には本当に高いと思うんで、上位昇格は僕はこの一橋大学男子テニス部はもっともっと可能性があると思うんで、で女子は少人数の中でより最大の結果を出すにはどうするかっていう考えを皆さんお持ちだったので、あとはまずこう技術とかを全てを身につけていけば、もっともっとチームとしても強くなっていくんじゃないかなという印象がございます。これからも私ワッキーがいろんな大学のテニス部の方に取材行かせていただいて、皆さんにいろんな情報をお届けしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。本日はここで終了したいと思います。どうもありがとうございました。